ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン3ジオが前回の追加からやっていきましょうということで、前回木の秋ちゃんとねデートできてウキウキで終わった岩さんですけれども、今回は日本海グラウンドパーティーまで特訓するとね遠藤くんが言い出したんで、日本海グラウンドまで行きましょう。わざわざ日本海グラウンドまで戻ってくるってするよな、イギリスエリアから。え、アルデナフィディオ、え、アルデナ、え、不法侵入じゃない、いいの別の国の人入ってきて。いや君はまた会ったね、待ってたろなあ。あ、お前はこんなところで何してるんだ。まあ、名前まだ名前教えてもらったっけ。フィディオの、うん、ちょっと人探しをね、日本海にならいるかもと思ったんだけど無駄足だったな。探してるって誰を。いや気にしないでくれ。あ、わかった、日本海フィディオが探しに来ると言ったら一人しかないな。ここは稲妻ジャパンのグラウンドなんだね。勝手に入って悪かったよ。いいやつだ、ごめん、なんか不法侵入とか言ってごめん。行って、俺は遠藤守れ、よろしくな。知ってるよ、稲妻ジャパンのキャプテンだろ。開会式で目があったね。目が、マジ覚えててくれた、目があっただけで。どんだけいいやつなんだよこいつ。改めて自己紹介するよ、イタリア代表のフィディオだ、よろしく。そうだフィディオ、せっかくグラウンドにいるんだし一緒にサッカーやらないか。え、俺とフィディオと練習したんだっけ。覚えてないもんだな。ドゥララ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 ラ、よし来いフィディオ。いやさすがにフィディオ必殺は出さねえよな。え、あーびっくりした。うお、やばい、今残像が見えた。うわー、お、止めた。やるじゃん遠藤くん、この力強いキャッチング。アジアにこんなキーパーがいたのか。アジア舐められてんな。なんてシュートなんだ、ボールが跳ね上がってくるみたいだ。ホッピング、ホッピング、なかなかやるじゃないか。へへ、フィディオもな。やはりサッカーは楽しいな。俺はイタリア中の人たちにサッカーで希望を与えたいんだ。俺と一緒だな、夢が俺と一緒だな。 FFI に優勝すればそれが叶う。小さい頃からの俺の夢きっと叶えてみせるよ。そっか、でも稲妻ジャパンだって負けないぜ。あ、唐突。探したぜフィディオ。え、お前はアルゼンチンのテレストルーエ、そんな声だった。え、フィディオは、日本外に誰かを探しに来、テレスはフィディオを探しに来てたと。鬼ごっこでもしてるのかな。あれ知り合いか。え、テレスを知らないのか。開会式でも紹介されていただろ、アルゼンチン代表ジ・エンパイアのキャプテンって。予選大会でも失点ゼロ、アンデスのフラクの要塞と呼ばれているディフェンダーさ。すげえな、失点ゼロ、そんなにすごいやつなのか。まあね、そのし周りで、ね、予選で誰かと戦ったかによるよな。ファイヤードラゴン相手で失点ゼロだったらさすがに褒めるわ。俺稲妻ジャパンの遠藤守れ、よろしくな。自己紹介大事。はぁ、無視されたんだけど。時々いるよな、学校の先生で挨拶大事とか言いながらこっちが挨拶すると無視してくるやつ。え、あれなあフィディオ、俺と勝負しないか。お前が俺のディフェンスを抜くことができるかどうか、まあほんの遊びさ。悪いけど今は彼と。俺なら構わないさ、それに俺も見てみたいしな、世界レベルのすげえディフェンスよ。君がそう言うならじゃあ決まりだな。それじゃあそこのお前キーパーをやってくれ。舐められてんな。それじゃあ行くよ。お、すげえ、おおおお、やばい、やむちゃ視点になってる。しまった、フィディオのドリブルを止めた。なんだよ今のディフェンス。おおおおお、まだまだ。え、フィディオディフェンスうめえな。自由自在にボールを動かして、まるでボールが足に吸い付いているみたいだ。これが世界レベル。お、あら、なんか服装変わってない、アキちゃん。遠藤くん、あら可愛い。なんだあいつ、こんなところにドレスで来るなんて。おいおいおい、お前昨日ちゃんのこと悪く言ったらお前今に見とけよ、後ろからナイフが飛んでくるぜ。もうやっぱりここにいた、パーティーが始まっているわよ。ああ、そうだった。なんかいいな、この3人意外に相性いいかもな、フィディオ、遠藤、テレス。ごめん俺行かなくちゃ、じゃあまたな、楽しかったぜ。日本外にこの2人置いてくってなかなかの遠藤くんだな。あれがジャパンのキャプテンか、確かに面白いやつだが、世界を相手にするにはまだまだだな。そうかな、
彼には他のどんな選手よりすごいところがあるよ。潜在能力ね、もう中に満ち秘めてる力はね、人一倍あるんで遠藤くんたちは。目だよ、サッカーをする時のさ、あのまっすぐで熱い眼差し。遠藤守、勝負をするのが楽しみだよ。ん、お、5人になってる。遅刻だ、パーティー会場ですけど、もうじゃあ早速行きますか。なんか人数増えてる、マップでなんか人数増えてるような気がするけど、まあいいや、パーティー会場行こう。まずパーティー会場がどこなのかわからない。え、ちょっと取れない。え、なんだこいつら、ガードしてくんだけど。え、大谷さんいない、大谷さんいるじゃん。え、大谷さんじゃねえし。なんか今冬っぺナンパされてなかった？おいおい、え、どうも、すいません遅れました。ちょ待って、どうもいいんだけど。どうもいるよな、一番右。ま、守くん、おい、泣きそうだぞ。今にも冬っぺが泣きそうな目を見てこちらを見ている。彼が稲妻ジャパンのキャプテンですね、冬香さん。構いませんよ、花は遅く咲くほど美しい。きちえきちやついんな。あ、ご挨拶が遅れましたね。はじめまして、ナイスオブクイーンのキャプテン、エドガー・バルジナスです。俺、遠藤守る、よろしくな。それでは皆さん、パーティーを続けましょう。これ気のせい、ゆっくり楽しんでいってください。これさ、テレスにも無視されるわ、エドガーにも無視されるわ。これもともとあれじゃね、無視されてるんじゃなくて何を言ってるか分かんない。エドくん日本語で喋ってないか、君。相手は外国人ぞ。え、フユッペ。そうだエンド、パーティーには清掃をしてくるものだよ。え、聞こえてた。それと、人と握手をするときは手を清潔にしておくことだ。ではこいつもキュキュッと吐か。うーわ、冬っぺ連れて行かれたり、さりげなく冬っぺ連行されてったし。お、また江戸くん一人になっちゃったよ。の前になんでどうもいんの。全然違うじゃん、フィリップ。全然違うじゃん、キドが普通に話してるからどうもんかと思ったし。ジャパンにもここまでサッカーについて話せる相手がいたとは驚きだよ。マジ何話してんの。今イギリスサッカーについて話を聞いていたところだ。なかなか興味深いな。頭いいやつらだな、ここは。お、とりあえず、これトラマルか。デービット誰だい。あれが大和なでしこか。あんな大声上げてはしたないな、お前やかましいわ。おい、そういうこと言うんじゃないよ。これも良さなんだよ、女の子の。ほら小暮くん、そんなにたくさん取って食べきれないでしょ。何を取ってんのこいつ。え、そんな中になかった。牛しいごちそうがいっぱいだ。どれから食おうかな。こいつは幻、現実にかかっているかもしれない。いつの間にかあいつは万華鏡車輪館の現実の中にいるのかもしれない。小暮は、遠藤くん、はい、これさっきイギリス街で準備した清掃よ。せっかくだし着替えてみる。はい。遠藤くん一人じゃ着替えられないから、アキちゃんに着替えさせてもらおう。そんな、みんなの前でそんなやめてよ、恥ずかしい。お任せください。わあ、やだよ、触らないで、僕に触らないで。あ、なんか脱がされた。はい、出来上がりです。怖い。通り待ち感、通り痴漢された。へえ、これが清掃か。なんだか動きにくいな。なんか五条さんいるな。五条さん、なんか五条さんか、これ。うん、何がおかしいんだ。いや失礼、あまりにも似合っていたもんだから皮肉が効いとるな。ちょっと待ってください、今のは遠藤さんに対して失礼じゃないですか。ちょっと考えすぎじゃん、立ち向かい。似合っていたと言ってくれているんだ、江戸川は。じゃあ似合っているんじゃないか。失礼、ははは、困るな、誤解してもらっちゃ。私は褒めたんですよ。褒めた？お前ら、やめろ、その子。こんなとこで喧嘩してもしょうがないだろ、せっかく招待してもらったんだしさ。さすが器がでかい男、俺ならブチ切れてるわ。まあ、まさに雰囲気は敵同士って感じですね。まあ、そりゃあな、初戦の相手だからな。え、だったら勝負してみますか。格付けされちゃうよ、今の遠藤くんで勝負したら。え、余興ですよ、余興。さあこちらです、橋の上へ移動しましょう。
やばい BGM ちょ冬っぺこれ何冬っぺはエドガーに一目惚れでもしてんの？さっきからずっとついていこうとしてない？ええ、さあ橋の上で待ってますよ。やばい目的がエドガーに乗っ取られた。えこれいや勝てる気しねえんだけど、さっきテレスとフィディオにも揉まれてきたところなのに。ちょっとまだまだ世界レベルになってねって言われたばっかだぞ。この私と101の勝負準備よろしいですか？はい、では始めましょうか。お、ユニフォームになってる。私のシュートを止められれば君の勝ち。勝負は1回きりです。ああでは行きますよ。ん？サッカーバトルではない感じか。受けてみろ聖なる騎士の剣を、エクスカリバー。きたー、かい！お前お前何勝手に進化してるんだよ。いや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 、普通のエクスカリバーならまだしも貝じゃん。お、よかった、冬っぺがいっちゃん先に寄ってきてくれてよかった。エドガーに一目惚れしてるんじゃないかと心配だったわ今。どうやら私の勝ちみたいですね。え、なになになに、怖い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 。え、なこれエドガー、エンド、どっちだ、遠藤か。壊れちゃった、頭に受けたボールの衝撃で壊れちゃった遠藤が。なんだ誰だおめえ、おめえこそ誰だ、名を名乗れ。すごいな遠藤が、あんなシュートが打てるなんて。体全体にずしんってきて、ほら今でも手が震えてる。ほらこれが世界のサッカーなんだ。そして俺たちはその中で戦える。遠藤どうしたんですかキャプテン。ふふ、稲妻ジャパン楽しめそうですね。あ、みんな帰っちゃう。お、なんか仲間になりたそうな目であいつこっち見てるぞフィリップ。よしみんな、また明日から特訓だ。おう、エリックだった。おめでたいやつだ。お前たちが見たものはまだ序の口に過ぎないのに。かませだなあいつは。うん、お、なんか女の子が後ろにね。お、またパーティー入れ替わってんの。まあこれでいいでしょう。ってことでパーティー終了、宿舎へ戻ろうということで戻るか。まあ4人設定しとこう。まあね、初戦相手は決まってるんで、まあ遠藤くんたちがどのような特訓をするかこれから楽しみだね。あれ修練所とかはまだなんだっけ。え、これ戻ったはいいけど、これ工藤監督待っててくれてんのかな。あ、待っててくれた。遅いじゃないか、お父さん心配したぞと。ミーティングは以上だ、解散。3、どうした遠藤。遠藤、初戦へ向けて何か掴んできたか。はい工藤監督、なら今日は早く休め、明日からの特訓に疲れを残すな。エドガーのエクスカリバーすごかったな、思い出しただけでヒリヒリくる。ヒリヒリか。でもエドガーだけじゃない、フィディオにテレス、世界には本当にすごいやつがいる。俺やっとあの赤キャップのおじさんの言うことが分かった気がする。じいちゃんの技に頼っているだけじゃ世界には勝てない。俺自身のサッカーが必要なんだ。絶対に見つけてやるぞ。じいちゃんの真似事じゃない、俺自身の。お、工藤監督見ててくれたね。ん？ほんとこれあれだよな、宿舎の色ほんといやらしいような、いやらしい色してるような。次の日、お、宝箱！え、俺、取ってなかった？よーし、みんな、今日も特訓頑張ろうぜ。はい、俺も頑張って、今日こそ新しい必殺技を完成させないと。へえ、そんな特訓していたのか。新しい必殺シュートってどんなんだった？へえ、それはまだ内緒です。しかし、せっかく外国まで来たのに、日本にいた時と全く同じ特訓ってのもな。まあな、フィールドとかあれ、環境が日本と一緒なだけで、まあ、やりやすいっちゃやりやすいって感じか。そうだな、もっとこうドカンとパワーアップできるような特訓があればいいんだが。来たんじゃないこれ修練場。ふっふっふ、そう言うだろうと思っていました。実はこのライオコット島にはある特別な地下修練所が設けられているんです。その試練をクリアすればパワーアップ間違いなしですよ。何がふっふっふだ、そんなもんあるんだったら先に言いやがれ。地下修練所か、そこでなら俺自身の必殺技も生み出せるかもしれないな。地下修練所はこの日本海の西エリアにあるそうなの、早速行ってみましょう。ということで地下修練所はどうでもいいんで、まずは宝箱ですね。ん、
お、守りのペンダント銅。銅はあんま上がんないよね。確か金銀銅の3種類あったはず、この手のアイテムは。ってことで、では今回ここまでにして、では次回地下修練場行きましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。